シンガポール陽求性の缶入り豆乳豆乳は、大豆を水に浸してすりつぶし、水を加えて煮詰めた汁をこした飲料である。味は、無調整であれば、豆腐とほぼ同じで、大豆特有の青臭さがある。この風味を好む人も多いが、飲みづらいと感じる人もいるため、日本ではこのほか、植物油などを加えて飲みやすく、味を整えた、調整豆乳や、砂糖などで甘みを加えたり、 果汁や抹茶、ココアのような副原料で味付けしたりした豆乳飲料も販売されている。なお煮詰めた汁をこして残ったのがおからである。塩辛い豆乳中国語では、とうと称され、よく飲まれている。中華文化圏では、パオズなどの朝食とともに、温かい豆乳に砂糖を加えた甘い豆乳というを飲んだり、これに油浄と呼ばれる揚げパンを浸して食べる習慣がある。 食堂、街頭の露天商、ホテルの朝食などで提供されており、カップやポリ袋に入れて買って帰ることも一般的である。また、中国ではミキサー以外にも家庭用の自動投入機も売られており、自宅で大豆から作る人もいる。このほか砂糖を加えて乾燥させた、下流状のインスタント投入も販売されている。熱湯を加えれば温かく甘い投入となる。また、 豆乳に塩味の出汁を加え、アサギと細かく切った油浄を浮かべた塩辛い。豆乳というは、小さく凝集したおぼろ豆腐が含まれ、朝さがゆ感覚の食べる豆乳である。もともと豆醤は、河北を中心に飲まれていたが、1955年に台湾台北県英和市で開店した豆醤店、世界豆醤大王が人気を集め、各地で、 チェーン展開したことによって、中華文化圏を代表する軽食として知られるようになった。中国と台湾には、大豆以外に緑豆、黒豆の豆乳もある。黒豆を用いた豆乳は日本でも製品化、販売されている。香港では、ビタソイという商品名の豆乳が、ガラス瓶入りで売られて人気があったが、現在は、紙パック入りの方が主流となり、瓶入りを扱っている店は減っている。 豆乳は、東南アジアでも広く飲まれている。ベトナムでも朝食用に、スワダウナインスワダウ、n a n H という甘い豆乳が販売されており、バニラ、ココア風味のものもある。タイでも朝食用に、ナーム豆腐という甘い豆乳があるほか、タピオカやゼリー入りのものも販売されている。カンボジアでも、電乳入り豆乳、タックソンダイクが販売されている。シンガポールでは、 簡易入りの調整豆乳も販売されている。日本農林企画による定義は、農林水産省、豆乳類の日本農林企画より抜粋し、改変日本では中国ほど一般的な飲み物ではないが、豆腐店の店頭などで新鮮な豆乳が販売されている。近年はスーパーマーケットの店頭などにも並ぶようになり、無調整の豆乳や豆乳飲料を手に入れることが容易になった。 紙パックやプラスチックボトルに入った商品が多く販売されている。5を越した豆乳を無調整豆乳と表記しているものもあり、近年は大豆の青臭さを抑えられる製法が開発されている。一方、飲みやすい味や香りに調整したものは調整豆乳と呼ばれており、砂糖、食塩、ビタミン類の多項量、植物油などを加えて飲みやすい味に加工したものが販売されている。 また、富士製油は、世界初の大豆の分離分割技術を確立させ、低脂肪豆乳と豆乳クリームという新素材を生み出した。日本国内の代表的な製造販売メーカーは、キッコーマンソイフーズ、マルサンアイ、ソヤファームなど、かつては三菱化学フーズも販売していた。豆乳ににがりなどの凝固剤を加えて固めると豆腐となる。無調整豆乳の中には、 凝固させると豆腐ができると表示しているものもある。大豆から豆乳を絞った残りカスは、おからといい、食物繊維が多く含まれている。豆乳をじっくり加熱した時に、表面にできる薄皮を引き上げたものを湯葉といい、主に吸い物の具として使われたり、刺身と同様にそのまま醤油などをつけて食される。精進料理にも欠かせない、伝統食材である。近年、 日本では豆乳鍋や豆乳グラタン、豆乳シチューなど豆乳を使った料理の人気が高まっている。これ以外にもコーヒー、カフェオレ、カフェラッテにおける牛乳の代わりに豆乳を用いたメニューも増えている。ダイエット食品としては豆乳クッキーなども販売されている。特に牛乳を豆乳で代用したデザートではプリンドーナツチーズアイスクリームなどたくさんのバリエーションがある。 豆乳の栄養価の代表値高タンパク低カロリーな食べ物として認知され、大豆タンパクはコレステロール低下作用があるとされるため、健康飲料として利用されている。豆乳は大豆イソフラボンが含まれ、ポリフェノール化合物の一種で植物由来エストロゲンと呼ばれることもあり、体内で女性ホルモンのエストロゲンと同様の働きをし、これが骨粗しょう症予防効果、高動脈効果作用、 高年期障害の緩和など健康に良い,いとされている。また、乳がんや前立腺がん等の予防にも効果があることが、疫学的な調査で明らかになってきており、特に、イソフラボン配当体のゲニステーンという物質に、腫瘍の血管申請を抑える効果があり、それにより、腫瘍の増殖を抑制するとする研究があり。さらに、大豆固形成分含量が高い豆乳には、 血糖値改善効果が期待できるとの報告もある。ピニトールという成分が多く含まれている。豆乳中のトリプシンインヒビターのトリプシン神話性は、豆腐、味噌、きな粉などの大豆製品に比べて、高いことが指摘されている。トリプシンインヒビターを多く含むものを接触すると、消化不良を起こしげりすることがある。日本豆乳協会、日本豆乳厚生取引協議会は、 適正摂取量について、一般的な推奨は1日あたり 200ml から 600ml 程度としつつも、摂取上限については特に制限はないとし、他の飲料と同様に食事全体の健康バランスを考えることが重要であるとしている。豆乳等の大豆食品に含まれる大豆イソフラボンの摂取上限について、2006年5月、食品安全委員会は、 平型前の女性における内分泌機能への影響に鑑みて特定保険用食品としての大豆イソフラボンの安全な1日上乗せ摂取量の上限値を 30mg 日とするとした。もっともこの文書が対象とする食品は大豆イソフラボンを含む特定保険用食品及び特定保険用食品以外の錠剤、カプセル剤、粉末剤、 液剤等の形状の食品を対象としたもの、錠剤、カプセル剤、粉末剤、液剤等のうち大豆イソフラボンを濃縮、強化した大豆イソフラボンを摂取することを目的とした、いわゆる健康食品であり、豆腐や豆乳、おからクッキーを含めた、単に大豆素材を利用しただけのものは対象ではない。あくまで大豆イソフラボンを濃縮、強化した食品が、 大豆のイソフラボンとそれ以外の成分とのバランスが、長い食経験を有する大豆食品とは異なっているために指針が策定されたものであるからである。しかし、この報告書は、一般の消費者には普通の大豆食品の大量摂取にも危険性があると誤解され、キッコン飲料の大島秀高によれば、この誤解が、豆乳の第二次ブームの終了につながったとされている。 2017年現在でも、大豆イソフラボン単体の摂取目安量の上限が7 5ラム日であることを根拠に、1日の摂取量目安は、必然的に2 0 0トル程度。実は、豆乳はその効果の多さや高さから、過剰摂取すると体に悪影響を及ぼす、飲料としても知られているなどと豆乳の過剰摂取の危険性を喚起するウェブサイトも存在するが、 前述の通り誤解に基づくものであり、報告書は通常の大豆食品の摂取については安全性が疑問視されたことはないこと、通常の大豆食品によって大豆イソフラボンの摂取量が 75mg 日を超えたとしても直ちに健康被害に結びつくものではないことを再三強調している。ありがとうございます。